さて、今回はね、各地にいるコローグくん、まあこいつとかですね、友達とはぐれて移動というか、運んでくれないかみたいなことを言ってくるイベントがまあまあ各地にあるわけですが、まあその、あれですね、このコローグくんを運ぶときにあんな感じでもめちゃくちゃ遠いみたいな、どうやって運ぶねんみたいな。で、まあ仮にね、徒歩でやっていくとしたらめちゃくちゃ時間かかるし、こういう川があったりね、段差があったりすると、どう運んだらいいかわからんみたいなことがね、ちょこちょこあるとは思うんですけど、まあ、今回はね、そういったお悩みを解決するために、まあ、このコログくんをね、輸送する方法を陸海空に分けてね、3つ紹介したいと思います。それではやっていきましょう。さて、まずはね、陸上輸送からやっていきましょう。ここにいるね、コログくんに話しかけると、まあ、かなりちょっとね、遠いとこ連れて行ってくれって言われるんですよね。というわけで、まあ、必要な道具なんですけど、まずはこの小さいタイヤですね。小さいタイヤが1つと、起き上がりこぼしですね、を1つ。あと、操縦桿を1つ用意しましょう。でですね、まあ、ちょっとだけコツといいますか、がありまして、まずこのタイヤですね。タイヤの、ちょうどね、デコっていうんですかね、デコあたりのところに斜めにこのね、起き上がりこぼしをくっつけます。操縦桿はね、このタイヤでいう、まあ、顎あたりにつけましょう。まあ、こんな形ですね。まあ、これタイヤにつけちゃうと、なんていうんですかね。操縦してる間に操縦桿が取れちゃうんで、まあ、それだけね、注意しましょう。で、コログくんは、ここの起き上がりこぼしのね、てっぺんあたりにでもつけておいたら大丈夫です。まあ、こいつちょっとね、なんていうんですかね。ちゃんと、立たせないと乗れないんで、どっちでしたっけ？こっちか。こっちであればこんな感じでね、置くと、こんな感じでね、絶妙なバランスで止まるんで、これに乗っていきましょう。ちなみにね、このタイヤが斜めであることがね、割と重要になってまして、この斜めにすることによって操縦性が結構上がるんですよね。斜めにしなくても、一応同じように走るんは走るんですけど、結構ね、操縦が効きにくいんですよね。まあ、直線には全然進めるんですけど、この斜めの移動が全然できないわけじゃないんですけど、あんまりうまいこといかん感じなんですよね。なので、斜めにするのが一番いいかなとは思います。まあ、そんなこんな言うてるうちにやってきましたね。割と燃費もいいんでね、いい感じです。ほい。まあ、うまく降りることができたらこんな感じでね、立ったままになるんですが、まあ、うまくいかなくてもそんなにね、大きな問題はありません。というわけで降ろしましょう。ちなみにですね、これなんですけど、ブループリントで作ろうとした場合、ゾノニウムがね、9個必要になります。というわけで、こいつに話しかけてコログの実をもらいましょう。海上輸送方法ですが、こちらのね、扇風機1つと操縦桿ね、一つで大丈夫です。で、あとちょっとね、こういう、なんていうんですかね、資材置き場に置かれてる板ですね。これを一つ使います。まあ、なるべくでかいやつがいいので、一番でかいやつを使うのがいいかな。まあ、これぐらいのサイズあれば十分な感じではありますね。まあ、構造としてはね、かなりシンプルな感じになっておりまして、まあ、後ろに扇風機つけて、あとは、操縦桿を適当にここら辺につけたら OK な感じになってますね。まあ、このコログはちょうどあれですね、川の向こう側に行きたがってるんで、まあ、こいつをね、運んでやろうかなと思います。で、こんな感じで、はい、つけて、あとはここのね、川のところに出したらいいんですけど、まあ、できたらね、ブループリントとかで登録しておくと、まあ、これからね、使うときに楽かなっていう感じはありますね。まあ、ちなみに、この何もない状態のやつで、おっと、ちょっと、にくい。何もないやつで、ゾナニウム9個必要になります。はい、というわけで、早速、運んでいきましょうか。こんな感じで普通に、川の流れにね、逆らって移動することもできるんで、割といいですね。まあ、それに結構燃費もいいんでね、
いろんなところに連れていくことができます。まあ、飛距離的にはねかなりいい感じになると思います。まあ、遠ければちょっとねこの海上輸送方法をね使ったらいいと思います。川をちょっと渡るぐらいやったら別に、まあ、これじゃなくてもいい感はねあるんですが、ではねこいつを外して、あとはね仲間のとこに連れてやって行ってあげたら終わりですね。ほい、というわけでコログの実をもらいました。最後に海上輸送方法ですが、こちらの扇風機を2つと操縦桿ですねを使います。まあ、簡易飛行機を作る形になります。というわけで簡易、飛行機が出来上がったんで、こいつにねこのコログを乗せていきます。まあ、ちなみになんですけど行く先はこの川の向こう側ですね。まあ、そんなに遠くないので、まあ、海上輸送ではなくね普通に空輸でやるのがまあいいのかなっていう感じですね。まあ普通に海上輸送でもね全然行けるんですが、でこいつをですね、まあどちらでもいいんですけど、この飛行機の、まあ、扇風機の片方にくっつけます。でこの片方のコルグがついてる方に傾いて移動していくんで、行きたい方向にこのコルグを向けてないといけないですね。まあ、普通にね垂直で上がることもできるんですが、まあ、ちょっとね操作が難しいわけではないんですけど、ちょっとまあ、横に行くよりも操作しにくいっていう感じになっておりますね。というわけでやっていきましょう。あんまり燃費がいいわけじゃないんですけどね、まあ、こんな感じで横に移動していく感じになります。ちょっとね操縦桿を操作すれば別のところにもね行けたりします。まあ、そんなに飛距離は長くないんですが、まあ、まあこれぐらいでしたら渡ることもできるし、飛行最中にね、まあ、このゾナーオエネルギーを使えば、まあ、いくらでもね上の方に行くことができるんで、まあね、高いところに連れて行けとかっていう風に言われたら、まあこの方法を使うのがいいかなと思います。というわけでこいつを分離して、はい、連れてきてあげます。コログの実をもらいました。ちなみにこの簡易飛行機を作るゾナニウムも、休校になります。あと空輸方法にはまあもう一個あってですね、まあこれは空輸と言っていいのかよくわからないんですけど、ミサイルをコログにぶっ刺します。でちょっとなんか邪魔ですね、抜いてもらって、まあ行ってもらいたい方向にこうね照準を合わせておいて、点火できない、点火するとはいぶっ飛んでいきます。まあ、かなりね低空飛行になるんで、なんていうんですかね、空輸というかなんというかみたいなところはありますね。まあ坂とかであればねもっと上の方に行ったりもするんですけど、まあ平地だとこんな感じになりますね。ではまあ最後にここに届けてあげて、はい終わりですね。というわけでコログの実をもらいました。まあこれでね、コログの輸送方法についての解説は終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。